バックヤードベイビーズは、スウェーデン出身のロックバンド。北欧の代表的グラムロックバンド、ハノイロックスの流れを組むグループの一つ。1990年代にデビューして以来、メンバーチェンジすることなく、活動を続けている。1987年、トビアス・フィッシャー、ドレゲン、ヨハン・ブロムクビスト、ペダー・カールソンのメンバーで、ロックバンド、タイラントを結成。 その後、フロントマンをバックコーラスなどを担当していたニッケ・ボルグと交代し、現行のバックヤード・ベイビーズに改名する。ほどなくして、ニッケがギター、ヨハンがベースを担当する現在の形となった。1991年、EP、サムシング・トゥ・スワローをリリース。1993年、メガロック・レコーズと契約。1994年、 デビューアルバムディーゼルパワーズをリリース。その後ギタリストのドレゲンがヘラコプターズを結成。平行に活動する。97年にはオリジナルメンバーでの再結成を果たしたキッスのサポートを務めた。1997年、ドレゲンがヘラコプターズを脱退。バックヤードベイビーズが活動を再開。ドイツ、オランダ、全米ツアーを行う。 1998年には、セカンドアルバム、トータル13をリリースし、地元スウェーデンでは、チャート12位を記録。4万枚を売り上げ、初来日も果たした。1999年、富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された、ロックフェス、アウトオブヘルで、再び来日。G、ミッチェルガンエレファントや、ギターウルフ、スネイルランプ、スナッフと共演。 レコーディングを開始。例0には、ロスにおいて、X ジャパンのヨシキが所有する、エクスタシースタジオでミキシング。12月には、AC、DC の英国ツアーのサポートを務める。2001年、サードアルバム、Making Enemies is Good を発表。地元スウェーデンチャートで1位を、フィンランドチャートで13位を、日本では総合チャートで33位を獲得し、来日。 2002年、ドレゲン,ンが強盗に襲われ、顎を骨折、数本のライブもキャンセルとなった。2003年、ホースアルバム、ストックホルムシンドロームをリリース。スウェーデンチャートで2位。日本では翌年リリースされ、オリコンチャートで39位を獲得。AC、DC のヨーロピアンツアーのサポートを務め、同年、スウェディッシュグラミーアウォーズを獲得。 2004年、ソニックマニア04で来日。直前にキャンセルとなった、スリップノットの代打を務める形となった。ヨーロッパでのベルベットリボルバーのツアーサポートを務めた。2005年、初のライブアルバム、ライブライブインパリを発表。スウェーデンチャートで13位、オリコンチャートでは81位を獲得。2006年、フィフスアルバム、 People like people like people like を発表。スウェーデンで3位を、オリコンチャートで51位を獲得。初年の開催となった、ラウドパークレロックおよびジャパンツアーで来日。2007年、BMG との契約満了。初の中国公演を行う予定だったが、チベット問題によりキャンセル。2008年、プライベートレーベルビリオンダラーベイビーズレコーズを設立。 6ックスアルバム、バックヤードベイビーズをリリーススウェーデンチャートで1位オリコンチャートで43位を獲得ガンズローゼズのキーボードディジーリードが参加しているスウェーデンヨーロッパイギリスフランスドイツ日本でツアー2009年11月16日地元のデイリー市でのインタビューにて無期限活動休止を宣言2010年3月 活動休止前最後の来日公演を東京と大阪で行う。2014年10月再始動を正式発表。2015年中のアルバムリリースと6月に地元スウェーデンで行われるスウェーデンロックフェスティバルへの出演を皮切りに様々なロックフェスへの出演が発表された。2015年8月セブンスアルバム4売4をリリース。 ラウドパーク15に参加。2016年9月、単独ツアーで来日。2017年3月、初のライブ映像作品、ライブ AT セルカスをリリース。デモスタジオアルバムミニアルバムライブアルバムコンピレーション、アルバム、バックヤードベイビーズプロフィール。ソニーミュージックエンターテイメント、2018年6月2日、閲覧。バックヤードベイビーズ、来日迫る。 アフターパーティにご招待。バークス2018年6月2日閲覧。日本史上最大メタルフェス開催決定。バークス2018年6月2日閲覧。バックヤードベイビーズ無期限活動休止、別れを告げに来日公演。バークス2018年6月2日閲覧。スウェーデンのロックンロールバンドバックヤードベイビーズ9月に東名阪にて、 ジャパンツアー開催決定。激ロック。2018年6月2日閲覧。バックヤードベイビーズ。9月から10月にかけて、来日公演が決定。NME ジャパン。2019年9月18日、閲覧。結成30周年。8作目となるアルバム。スリバーゴールドをリリースした。バックヤードベイビーズ。2019来日公演決定。 バーン、オンライン、2019年9月18日閲覧。ありがとうございます。